はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしていますので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、さあそれでは本日は摂氏デッキ、これでランク戦やっていきたいと思います。はい、プレイ。はい、それではやっていきまーす。わあ、偏ってんな、これ。まあでも3ターン目まで一応見えてるんで、行きましょうか。はい、ターン終了。向こうはティムール再生かな。結構嫌なパターンで行くと、全除去で、焼かれたりすると結構痛い。まあ攻めれるだけ攻めるか。さあアタック。灼熱の劉備とか入ってたりするかな。はい、荒野の再生。さあ殴りましょうか。アタック。で沈まい使ってもいいんだけど、ちょっと待つか。ティムール再生でこれが入ってるのも珍しいですね。出た時に1点回復。まあでも殴ろう。はい、アタック。はい、静まいの呼び声。はい、ユーロ。さあここら辺からちょっと厳しくなってきそうだな。さあ殴ります。もう神秘の論争3枚か。さあこれでウーロが出てくると思ったけど、ウーロも出てきそうですね。さあ次のターン森を引けばといったところですけども、
さあ森来い。よし森来ましたね。これは強い。クリーチャーとエンチャントと土地、クリーチャーはウーロですね。土地はトライオームか。さあアタック。しかしもう一回ウーロ出てくるのか。土地破壊しちゃダメでしたね。失敗したな。わあやっちゃったこれは。まずいね。静まりの呼び声。はい、攻撃しない。するしかないですよね。向こうライフ11か。はい、荒野の再生。おおお、さあアタック。さあこいつで殴り始めたらかなり有利になるんじゃないかなと思うんですけど、そろそろ葉っぱ来そうですけどね。4 5 6 7 8 9 10 11。おサイクリングか。結構ライフ回復が鬱陶しいな。そうか、強行突破。ブロックしてくるか。こいつ倒されるかな。まあそれはそれで OK か。殴ろう。はい、対戦ありがとうございました。さあそれではやっていきます。7枚でキープ。はい、狂月の吸血鬼。黒か、まあちょっと強引に行きましょうか。ダック。まあ、トリトンはもらいましょうか。アタック。はい、まあこれは OK でしょう。はい、奈落の落とし子。まあ、こちらを倒そう。はい、ぬかるみのトリトン。はい、アタック。
おお、やばいっすね。さあ、強行突破。はい、狂月に吸血鬼出してアタック。おお、レギサウルスね。さあ、飛び道具がないんできついけども、アタック。ただ向こうもきついのはきついでしょこれ。さあ、これで3点ライフ払ったら残りライフ3ですからね。これはブロックでしょ。ブロックする必要ないのか。ブロックする必要がないですね。もうレギサウルス、いいの引きましたね。はい、強行突破。さあ、アタック。はい、対戦ありがとうございました。はい、それではやっていきます。さあ、ちょっとまともな手札が欲しい。おお、なんとかまだ動けるな、これだったら。いや、動画上ね、カットになりますけど、この対戦の前に、9、10連敗してるんですね。全部土地事故で。もうマリガンしようが何しようがずっと土地事故でしたね。まあ、単純に土地を引かないっていうのが一番多かったんですけど、土地引いても、色がね、合わないとかね。沼を5枚引いて、手札全部緑とかね。もう何もできなかったですね。ここで火消し使ってくるか。アタック。だからなんかこの、2色普通に出て呪文唱えれてっていうのが、ちょっとすごい久しぶりなんですけど、めちゃくちゃ辛かった。これなんでこんな偏るんですかね。紙でやってる時そんなに土地事故って起こらないんですけどね。極端に土地事故というか事故がね、固まって起こる気がする。どうする。まあ、とりあえず一回殴るか。アタック。はい、吸血鬼。はい、トリトン。さあ、向こうはシミフラっぽいっすね、これで。ああ、借りて。ただちょっと手札あんまり良くないのかな。めっちゃガッツポーズしてそうな引きっすねこれ。さあ、アタック。まあ、こいつらでちょっと頑張るしかないね。はい、トリトン。あ、しまった。トリトン出したらライブラリートップが落ちるんだ。おー、なるほどね。チェビルか。まあ、とりあえず殴れか。で、ターン終了。さあ、ヨムレの伏兵は強行突破で倒します。強行突破のこの本当インスタントが優秀すぎる。さあ、アタック。
はい、チェビル。はい、巻き直し。はい、ターン終了。さあ、なんかこのまま押し切りたいね。まあ、獣が通って殴って終わりが一番理想ですけど、まあそうはいかんでしょう。アタック。ほう、まあ、ここは一つ。どうしてくるかな。あ、ブロックしなかったら一噛みさせてもらうけど。どうするんだ、ブロックしてくるかな。あ、ブロックしてきますね。であれば、さあこれでターン終了。さあ殴ります、アタック。さあもう一回。はい、情報4、なかなかですね。まあ、これは仕方ないね。じゃあ獣と吸血鬼。さあ殴ろう、アタック。また来たよ。戻されるのが嫌だな。まあでも仕方ないか。どうする、夢食いここで落とすか。獣はブロックされるだろう、戻される。いや、獣は殺させない方が良さそうな気がする。さあ残りライフが4。はい、借りて。はい、吸血鬼。さあアタック。はい、ターン終了。はい、トリトン。まあカウンターもさせても別にいいっちゃいい気もしますけどね。はい、獣。おお、巨大ザメ。殴るか、アタック。
さあ残りライフが2。なかなかでも粘りますね。ここでなんか出てきてトリトンブロックされて残りライフ1とかになってくるのかな。あー借り手か。はい、トリトン。おー巻き直す。なかなかだな。はい、ターン終了。はい、借りて。さあ、あと一回殴れるかどうか。はい、対戦ありがとうございました。あー、やっと勝てた。さあ、それではデッキ紹介いきます。はい、摂氏デッキということで、狂月の吸血鬼が4、汚れ沼の騎士が4、ぬかるみのトリトンが4、強行突破が4、狂気の人神が4、怪物の最悪、チェビルが1、仮住まい、じゃあ仮じゃない、仮住まいじゃない、静まいの呼び声3、頭巾用、頭巾用の後輩が、4、オークヘイムの敵対者が3、探索する獣が2、群衆の意向ブラスカが2、戦争の犠牲が2、沼が9、森が8、疾病の神殿が2、草むした墓が4ということでね。はい。最近まあ BO1 でよく当たる、グルールアグロとかミドタンとかそこら辺をちょっと意識したデッキになりますね。まあ動画上はどうだろう、ティムル再生あれ勝ったんだったから、まあ負けたやつちょっと全部消してたんですけど、ティムール再生1回当たったんですけど、ティムール再生自体がもうここ数日でもさっき当たった1回だけだったんで、結構ねやっぱり環境が BO1 はちょっと違うのかなっていうので、まあそれをちょっと意識したデッキになります。はい、よかったら遊んでみてください。それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバイ。